登録番号5118佐賀支部の田名月です。徳山初出場なので気持ちを込めて精一杯頑張ります。応援してください。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。6号艇村上でスタートしていきました。1号艇と5号艇が少し覗いて、そのままインコースの1番の武藤、先手を取りながら1枠を運んできます。マクローカという5番の内に3番向きました。その懐さらに2番が入りましたが、3号艇野田なずきがまくり雑誌でトップに立っていますが、さあまだ1着がない野田、初勝利に向かう先頭でしょうか。
3号艇の野田、1周目2マークトップで運んでいきます。1号艇の武藤ですが2番手、その差は3艇身に広がりました。3号艇の戦い、3コースからまくり差しを見せた野田夏樹、デビュー初勝利に向かって今3周1マークを運んで最後のバックストレッチへ抜けます。昨年11月のデビュー以来、通算で172走目での初勝利となりそう。先頭3番野田、初1着のゴール。